えよ、なんちゅう進行取るんだよ。はあ、びっくりした、怖かった。おろにゃーん。あら、あらあら、手で最後真ん中が上がってます。カチャカチャちゃった、合っている。一番左と真ん中ぐらいやって真ん中でカチャいちゃいました。合ってるよ、合っているな。2秒前に見た時には死んでた。ほいほい、まあゲンさんから一応白出ます。僕まあ宿舎脇が削減、はいでした。でじゃあ配線だけやってミーティングボタン連打。僕は今下にいます。源さんは上でボタンを押してます。あ、なるほど、わかりました。足湯さんどこで見てます？僕はね、アーカイブから貨物行ってって感じです。で貨物の停電直しで、アーカイブではナツピョンは亀田足湯かな。うん、洗いません。脇で行きましょう。はい、ね、はい、アーカイブは今行った3人です、うん、メインです。次3人メイン、メインは、俺と高垣2人。うん、はい。宿舎が昨夜現ハイブリ。はい。おい、宿舎さ、キッチンとすかげ。ハイブリ。キッチンとすかげ？はい。とすまる。つまる。はいはいはい。あと出てないのがエンジン貨物かな？あ、そうですね。全然出たか。あ、そうね、うん。エンジン貨物で2人脇がメインとキッチンか。うん、あれアーカイブ宿舎が足夏だだけ、はい、足夏メタ3人です。メタかメタか、はい、原作ぶり宿舎、原作ぶり、はい。で貨物だったら足湯さんっぽくてエンジンだったら、正直エンジンだったら私は最初にミーティング登った自負があるんですけど、うん、酒屋さんとハイブリさん置いてきた認識なんですね。おそらくあの宝物庫というか銀行室に買ったかなと思って、銀行行って、あ、俺はゲンさんの後追っかけてます。あで奥のタスクやって、うんうん、で停電になった時に、停電中なんですけど僕は下からボタンを押そうとして待っていたので、はい、そこにゲンさんがいないから多分ゲンさんが上に行ってボタンを押してくれてるんやなっていう感じ。その位置関係自体は合ってます。はい、根の高垣って、うん、お互いどうすか、演じるわけだったら。いや、わかんない、即分かれてる。僕はメインの除染やった後にシャワーの上の方まで上がって、まあ、停電直しに行ってるんですけど、ネロちゃんは多分エレキの方に即刻立ってるかな。はい、で僕シェリフです。あ、オッケー。おー、いいね。高垣最終どこ、詳しい場所は。タオルタスクのちょっと手前ぐらいだと思うけど、なんかゲンさんから俺とか作役に白出ないのはいいんですけど、まあ、あるんですけど、俺からゲンさんには絶対白が出せます。あ、ごめん、アーカイブいけてる、アーカイブいけてます、ナイス。結局その、ナツピョンアカメタは最終どこによって高垣くん見えるぐらいなんかどうかってちょっと聞きたいかなと思って。僕ごめんなさい、アップロードダウンロードのあれやっちゃったんで僕の視界ほぼないっ。ああ、オッケーオッケーオッケー、ごめんなさい、うん、あ、アーカイブのダウンロードにメタちゃんいるの？そう、やってた、初手湧いた時は。だから足湯さんがラウンジに行ったのは分かるけど、ナツピョンさんがどこに行ったかのそのはもう分からん。僕高垣ってアーカイブのどこで終わったか分かる？下の方でマップで終わってた。あ、了解です。僕はアーカイブ脇でずっと本タスクやって4つ目の本をしまおうって左上のとこで終わってます。うんうんうん。なんか完全に白取り合えてるとこってないの？なさそう。赤メタなんつって赤メタ。取れないんです。死人ないでしょ？お互いに。俺からの死人がまだないんだ。ナツピョンさんもその感じ僕のこと見えてないですよね、停電中だったし、うん、見えてないっすね。停電勝ち合ったのって誰だったんだっけ、うん、トス影丸足で真ん中と左、はい、うん、トス三藤さんって触った？触った。あ、オッケーです。トス丸は白取り合える感じですか？取れる、さすがに、うん、うんうんうん、まあギリ、うん、大丈夫。両方ともキッチン？うん、キッチン脇で
僕は最初に展望側に流れてる。はい、ずっと展望だね。え、ネロちゃんの経路って出てましたっけ？シェリフでしょ。シェリフだから。あ、シェリフでもなんか、あ、メニューが決まってる。いや、じゃあね、貨物や、貨物で切り起こってた場合、赤メタナッツピンを弾いてもらっていいかな。だって普通に停電のとこ来るでしょ。あ、来るだね。うん、そう、藤宮くんやったとしても、で停電のとこ一人しか単品でおるんやったら僕のこと切るかなと思ってて、うん、まあ、僕もメタちゃんにはあんまり疑いたくないな。まあ、僕はあって下側とかかな、弁当が一番。一応あのターン23から5ぐらいあったと思ってもらえれば。予想的にはね。これでまあ僕マット否定はできてるんで、マット否定できてる、合ってる。うん、いや、分かんねえな。だとしたら僕高垣くんぐらいかな、貨物できると。そうですね、貨物だったら足高だと思います。うん、足高。エンジンって昨夜さんだけど、上側来てるんだったらまあ昨夜でも原産ハイブリさんは弾けるかな。俺スキンこのダイヤルさん弾けるすぐ戻ってるから。あ、でもハイブリさん一応位置当てたもんね、原産の。まあ俺はね。机下に入れることだけは私も証明できますけど、うん、そう、切ってから来たんじゃねって言われたら多分否定はできないと思います、最後に。うん、だから、ゲンさんの後ろだけ、ミーティング組は。うん。うん、無理じゃないと思ったけど。高垣死ぬんだ。3、4、5秒ぐらい前にメインからエレキに降りてった。僕の体感なんで、まあまあまあ、あれですけど。高いミーティング上です。休みの下で落としてます。うん。直近には3、4秒前 ?3、4秒前かな。3、4秒前やったら死んでた気するんやけどな。どうなの？ごめんなさい、ごめんなさい。どっちにしろ僕の体感なんで。あ、まあ、そうね。オッケー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 。まあ、でも直近ではない。キルクル的にはそんな感じな気がするけど。停電の時にはもうエレキにいるイメージぐらいでお願いします。停電証拠を右で直しまして、で赤見田さんってさ、金庫からエレキ直行したの？エレキ、いや、メインのタスクをやりに行ってる女性に、斎藤さんがミーティング行くの見たからボタン押してくれるかなって。ミーティングじゃない、私塗ってるの。斎藤さんって証拠を右でどうやって入った？え、普通に縫うんで左に置いてあって。ああ、なるほど、それなら全然 OK、うん、で僕エレキいてたんでエレキの情報なんですけど、うんうん、エレキの勝ちタスクをやりに行って、その際にネロちゃんと5番ですれ違い、そのまま、診察でバイタル確認したら、停電になって2秒後ぐらいに確認したら高垣はもうすでに死んでて、そっからまあちょっと経って治ってこのボタンなんですけど、一応ちょっと僕それと停電中にすれ違ってるんですよ。だから電気いるんですけど、僕行こうとして、右に行こうとして停電が入って、でも足湯ネロちゃんが視界内に見えたので、そのまま天気内でタスクをやってます。左側には行ってない。ちょっと怪しい位置にいるんで、最終シャワーです。アーカイブ脇先に昇降機入って勝ちタスクだけやってから、アーカイブ戻って本タスクやって、そこに高垣くんが来ていて、で、先にシャワー降りてったから、多分さっき言ってたその 3,4 秒のやつの方が後やから言わへんかったけど、俺は高垣くんをアーカイブシャワーぐらいで死にせる。あで終わってシャワー。中本さんマップ否定されてる？されてない。はい。うん、されてないです。影丸の死人ってネロアシューから出るんですか？出る。僕は、うん、見てない。俺は見てる。構造的に真ん中が。アシューさんのバイトってるのも合ってる。横一通できるんですよ。で、右の縦も一通できるから、僕は右側から見ちゃってたから、うん、ガチャガチャを。ちょっとネロさんからアシューさん弾けるの？アシューさん弾けると思う。おお、よかった。バイタル行った時に光ってるから。削減は？展望で最初行ってる。展望で配電盤見たら治りました。キッチン展望からドア開け開けてます。まあ一番切りやすいのは影丸かな。うん。エレキに行ってるのが本当だったらね。うん。いや行って出ると思うけどな。だとしたらハイブリさん込みでも赤メタ影丸って挟んでんのかな。あ、まあ、だから俺はからの侵入がなければ。うん。影丸見たら切っちゃうかもしれません。そう。
すいません。ナイスボタン、ナイスボタン。なんで影室見たら切っちゃうかもって言ったかっていうと、初手展望で、勝ち合いを起こしていたサントス影丸貨物で足湯さんがそれを確認してるっていう状況じゃないですか、うん、で、脇市がエンジンか、ラインがあるところで、死人を消してるわけですよね、藤宮の、うんうんうん、ってなった場合に影丸サントスのどっちかで、影丸が切れた場合サントスまで落としきれるなと思ったんで影丸切りたいなと思って、まあ、ぶっちゃけもうエンジンで執行してもいいのかなと思っちゃってもいるんだけど、失敗した時に負け筋なんでどうしようかなって思ってます。それ超決め打ちちんこで、ちょっと怖いと思う俺は。それ超決め打ちちんこだけど、ただ赤目と影丸のどっちかは人外になると思うんですね、今の議論的に、ね、あでもごめんね、うん、あ私は初手切る影丸、初手切る影丸が普通に、はい、できないんだけどもインポスターの可能性があるから、うん、まあ俺がなんで こんな思ってるかっていうと、足湯さんがバイタルに行った時に、うん、シリフのキルボタンをずっと光っていて、僕もなんかその後ろついていってるみたいな感じになってるんですよ、停電で見えてないんですけど、うんうん、足湯さんが死んだ時系列的に、その足湯さんが見た時にも死んでたんであれば、もしエレキに降りていれば切れる人物は影丸しかいないんですね、うんうんうん、でエレキに降りてなかった場合は赤ベタが、まあ、何かしらの人外になるかなぐらいには思ってます、はい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 、だから執行してもいいかなと思ってたんですけど、まあ、危ねえかなと思って一応相談のボタンです、ね、これはね、俺視点の話ごめんさせてもらうけど、カゲピーもサントスさん、カゲピーもサントスさんも怪しいと俺ちょっと思ってて、どっちかっていうと、うんうんうん、ただサントスさんに関してはその昇降機からやったから別にちょっと下がったんやけど、だどっちかが人外はあるかもしれないけど、どっちもないと思ってて、うん、初日のさ議論の時にサントスさんがカゲピーに資料取りに行ってて、カゲピーがそれを否定してるから一回どうかなって、うん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 、だからここにインパクトはないと思ってるから、まだ執行するのは今のタイミングがいいと思うけどね。いや、執行した場合でもね、まあ、そうなんだよな、うん、そうっすよね。いや、まあ、これでカゲピークルーでの時が怖いけど、まあ俺自身はカゲピーの方が黒いのでやってもらっていいんだけど、うん、いや、まあ今執行する気はないんですけど、うん、ただ、影丸見たら切っちゃうかもっていうところはじゃあ撤回しておきます。じゃないと影丸が黒だった時に俺を使われちゃうんで、うん、ただ影丸、うん、赤メタのどっちかは人外だろうなと思ってます、うん、ってぐらいですね、僕の中の構造。硬そうですね、金庫のお着替えファッションからメイン直行してるから、なんかちょっと僕のことかな、まあ、なくはないか、赤メタがってことですね、うん、そうそうそう、私はね、だからマット引きしてほしいなっていう話を聞きました、うん、なるほどですね、うん、何ちゅう進行取るんだよ、はあ、びっくりした、怖かった、まあいいか、まだネロちゃん生きてんのか、やっぱマジそこに下やんの、アンカイブの本タスクじゃなくて机の下か、真ん中の机の下、赤目田今シャワーのタオルタスクやってますわ、うん、えぐいな、まあ、赤目田と夏ぴょんの経路聞きたいかな、ま、貨物脇で昨夜夏ぴょんが湧いて、で多分メイン脇であろう足湯さんと診察ですれ違いました、で電気メインエンジンって言ってます。あ、今回のキル影ピと多分お互いに無理って言えそう、はい、そこのキルだったら、えてか、うん、ごめん、もう一回位置アーカイブの真ん中の机のちょっと下にあって、うん、その下で赤ベタがタオルタスクしてました。え、コックピットでコニタン立ってるからさすがに白出ると思うけど、あ、俺視点影ピや、うん、さっきのターンは俺怪しいと思ったけど、うん、その後にネロちゃんと咲夜くんとキッチンか武器庫あたりですれ違って、その後影丸くんと展望デッキで会ってるから、うん、はい、無理、間違いないです。いや、行くな、赤目田はアーカイブ分けでタオルを全部集めます。アーカイブ分けには影丸さんもいた。タオルを入れてる途中に停電が入ったから、
アーカイブの扉を開けて昇降機右に行く誰か、僕は、ハイデマを触る前に停電が治ってしまった。ゲンさんがヌーで右から来た、右から左に戻った、タオルを入れに行った、ネロちゃんがメインぐらいから上がってきた、死体発見って感じなんで全然僕の白は取れません。カゲピで最後展望できるの？うん、展望からキッチン武器交換開けたぐらいで終わってる。アーカイブからどういう移動で？アーカイブのあたりにはタスクがないからメインホールまで行って写真を撮って電気室左行ってセキュリティルームテープやってキッチン入ってます。で展望停電を直して最後入ったってことね。そうそうそう。停電になった時はどこにいたの？停電になった時は多分石油あたりからキッチンに行こうとしてたぐらいだと思うよ。でも展望デッキでサクヤとネロちゃんが停電直していて、いやあ、そうだよ、あのそれはネロちゃんとサクヤくんのと俺すれ違ったじゃん、その後だよ俺。あ、僕は停電後に、停電終わるぐらいに展望まで行って直ったなと思って、その後ブチコキッチンを開けて入ったぐらいだから別におかしくないと思う。いやー、今回赤メタさんマットっぽいけど、まあ、赤メタマットだと思うんだけど、けどまあでも他に人がいないから、いやでもね、切れそうなら夏ぴょん、その時系列行ったら。あ、そうなんだ、どっち、うん、どうする、まあ赤メタ、赤メタいきます、うん、ごめん、道連れ もないしマットもいるから、あれタスク全無視、ごめんなさい、またお願いします。僕ボタン行きます、ごめんね、ほらキルがナスピョンの他にもう一人行ってほしい、うん、もう一人来た方がいいと思う。ボタンないんでコミサブ行きます。ナスピョンさんがもし白なら浮いてる人全力で洗ってほしい。頑張れ、マジで申し訳ないですけどボタンなかったです。リアクター右で私直してて一旦上がって、昨夜さんキルはサントスさんで私視点硬いです。はしご上がって、サントスさんと昨夜さんが昇降機右で直し待機されていて、私はそれを確認してヌーンで右から左に戻りました。あ、じゃあ切って流れたのか。私が直してなんか昨夜さんが上に上がってったんで私視点は誰か分からなかったんですけども、ただまあ一応今回リアクター左はハイブリッド直してます。うん、赤メタさんでこれ落ちてなかった場合はジエンドな感じがする。一応道連れがないからマットではなかったんですよね。です、だからまあ黒角で進めるしかないんですけど、アシエさんのキルってあと洗おうとして夏ぴょんあって影丸ぐらいじゃないですか。うん、アシエさんのキルは俺視点無理やと思う。何回目、うん、中無理、1個前だよね、うん、1個前は絶対無理です。じゃあ、ネロちゃんにお伝えしておくと、サントスさんは絶対黒です。私、死ねとだけ、うん。そこはもう絶対対抗ってことね。うん、サントスゲームは対抗。ただ、何を引けるんだ？ハイブリさんに聞きたいんですけど、うんうん、入力始めたときどうでした？右はどうでした？ごめん、覚えてない。俺ね、左側で入力してんだけど、一回ミスっちゃって、で、もう一回入力して、ギリギリ間に合ったって感じだったから。うん、全然右の情報見てなかった。でも多分入力はされてた気がするけどな。どうやろう、ハイブさん待機してたわけではないってことですよね。俺は待機しなくてアーカイブで、サントスさんと湧いてネロちゃんとすぐシャワーですれ違ってボタン押しに行こうと思ったらちょうどリアクターが鳴り始めたんで、うんうんうん、リアクター待機、そこで、ね、そこで触り始めたって感じ。いや、どっちもあるんだよな。ネロちゃん何で言われてます今？私は、いや、てか、あのゲンさんも一応できるじゃないですか、さっきのキル全然。ああ、まあ話してなかったけど、昨夜さんと白取ってたんだよな。言えばよかったですね、それじゃ。あ、そうなんだ。うん、左側が昨夜さんに見られてるんで。うん、あ、僕も見てるよ、ゲンさんはエンジンで見てる。あ、本当？あれ違ったっけ？夏ピョンどうする？いや、見てる見てる。石表でゲンさん入れてくよ。石表でゲンさん入れて。私はさんに入れます。石表でゲンさん入れるから。どのターンだったかな？いや、さん入れます。ゲンさん入れます、ね。おそらくこれね、3人残ってるんじゃないかな。さっきのターンだよな。いや、だってサントさんのラリアットだもんこれ。夏限ラリアットだ。そうだけど、申し訳ねえな。
頑張れ。どうして何してんの。あと10秒。くぅ、危なー。ネロちゃんが多分左直してくれてて、僕が最後宿舎の方に向かおうとした時にネロちゃんが自爆で僕はレポートですね。ネロちゃんの自爆っていうことで終わりです。じゃあ夏ぴょんが隠しろ。夏ぴょんさんに入れます。ってなっちゃうんだよな。じゃあ、あとさんに入れましょう。一応隠しろに入れます。隠しろに入れます。はい、影さんだなこれで。かあ。そっか、僕この話しちゃいけないのか。いや、もう積んでるんで大丈夫。結果大丈夫。そう、途中で3人外残ってたんで、6人段階で唯一の翔さん、メロちゃんが人外どなたか切っていただくしかなかったんで、信じてよかった。いいと思います。あ、ありがとうございます。アイブリさんとサントさんにも助けられてばかりだったな。いやー、どうもナイス。あー、影トスだったか。いやこれ初手はキッチン分けだね。初手。いや、俺連打して走っちゃってたんだよね。まあまあ、それしかね、ワンチャンないから、それしかないから正解だと思う。しゃあない、しゃあない。お見事でした。うん。綺麗。次って大丈夫ですかね。はい。はい。はい。次行きまーす。お願いします。お願いします。